おはようございます。榎本孝之です。今日は栃木に来てますけどもね、なんかすごく天気が良くて心地いいです。ですね、最近また現場に立っていて感じたことがですね、やっぱりその初めて来るお客様っていうのは、たとえラーメン屋でもすごいこう、まあ思い切って入ってくるというか、覚悟を決めて入ってくるというか、すごい不安を抱えて入ってくるんだなっていうのをすごく実感しましたね。例えば女性一人のお客様がラーメン屋に入ってくるって、もう何回も何回も店の前通って、でも最初1回目入ろうって時はすごいやっぱり勇気がいるんじゃないかなと思います。その気持ちをついつい店側は忘れちゃうんでね、ぜひ、改めて、そんな覚悟をしながら思い切ってお店に入ってきてくれたお客様に対して、やっぱり一杯入魂で、最高のサービスをして、やっぱり入ってよかったなっていうふうに思えるような、商品とサービスと空間を提供するっていうことがすごく重要だっていうふうに、改めて感じました。今日も一日、どうぞよろしくお願いいたします。